今日は山梨県の本栖湖キャンプ場というところに来ています。今から龍ヶ岳という山に登りに行きます。富士山が綺麗に見えそうなのでそれを楽しみにしています。では行ってきます。ここはキャンプ場になっててキャンプしてる人がたくさんいますね。あそこに見えてる山が今日登る龍ヶ岳という山だと思います。標高差だいたい 500m あります。登山道の入り口がありました。この細い道を上がっていきます。初めから結構急な坂が続いていて暑くなってきたので上着を脱ぎました。暑いね。ねえ、今日は4月の上旬なんですけど、山梨のどこかだと今日の最高気温は27度って書いてあります。ねえ夏日ですね。暑いよ。先週まで寒かったのに、うん、急に暑くなりました。ねえ、登山の季節が来ましたね。来ましたね。後ろに本栖湖が見えます。ちょっと木で隠れてるけど、奥には南アルプス、うん、綺麗に見えます。頂上行った時楽しみだね。ね、楽しみです。当時は暑かったのでさらに脱いでますマジ暑い。そしてこっからはじゃーん、富士山が見えます。ちょっと雪溶けてきてるね。キツツキはどっかにいます。めっちゃ音が聞こえてくる。富士山がずっと見えます。いいね。帰りはずっと富士山見ながら降りれるね。うん、めっちゃいい道だ。うん、ちょっと開けました。あそこが山頂ですかね。であそこになんか綺麗な東屋があるのであそこまで頑張りたいと思います。はい、また登りになってきました。あらら、あーもう暑いよ。はい、東屋過ぎてからは延々と登りが続いてます。両サイドに笹が生えてる道ですね。でも右手にはずっと富士山を見ながら登れます。今日は暑いんですけど風が吹くとめっちゃ気持ちいいですね。涼しい。笹の上は風が通るので手を上げて風を感じてます。あと 100m ぐらいで山頂です。もうちょっとだ。湖畔登山口と合流するところまで来ました。あと山頂まではもう少しです。ちょっと暑くて朝もボーボーできついんですけどもう少し頑張ります。頑張ります。
頂到着です。イエーイ。結構広がってる ね、環境が広いね。広い。ハッピークニックみたいに座ってます。私たちも検証しましょうか。はい、ご飯タイムです。ご飯します。今日のお昼は何ですか？餃子です。餃子です。宇都宮の餃子です。いいね。いいね。じゃ敷き詰めます。はい、お願いします。お湯入れます。3分半。3分半待ちましょう。できました。おいしそう。いい匂いする。富士山見ながら餃子です。いい感じの焼きです。めっちゃ美味しい。よかった、うん、いいね。1位。間違いなく1位。じゃあ来た道を戻りますか。帰りましょう。帰りましょう。青木ヶ原樹海が全部見えます。あっちに湖が見えます。小事故でしょうか。青木ヶ原樹海、本当にでかいですね。木しかありません。はい、無事帰ってきました。富士山が今まで登った山で一番近くに見えました。でかかったね。南アルプスもまた見えましたね。うん、綺麗でした。気軽に登れるいい山だなと思いました。また富士山の周辺の山来たいと思います。じゃあ今日は富士山の周りを観光しながら帰ります。バイバーイ。バイバーイ。本栖湖の中野倉峠のふもとまで来ました。ここはどこかというと、ここです。千円札の絵と全く一緒です。見えますかね。山の場所とかが完璧に一致してます。知らなかった。さっき登った、もしかして龍ヶ岳がギリギリ映ってるのかな。 あれかな、ね、あの山なのか。あれだよね、多分あれだ。千円札龍ヶ岳ギリ映ってない気がする。龍ヶ岳ギリ映ってないです。この人の人
ポンってしてるのが龍ヶ岳のふもとが来てます。私たちは釈迦堂博物館の隣にあるもも園に来てます。ちょうど今日が満開だそうで、すごい綺麗です。すごい綺麗。ところどころに猫のオブジェがいて可愛いです。よろしくお願いします。